3日は、日本の海軍軍人、海上自衛官。海兵67期主席。第11代海上幕僚長。最終階級は、帝国海軍では、海軍隊員、海事では、海上幕僚長たる海将。京都府出身。1980年代以降の海上自衛隊と、アメリカ海軍の緊密な関係を作り上げた。 海上自衛隊中高のその一人。三重県立津中学校4年修了時に海軍兵学校を受験し合格した。海軍兵学校第67期を主席で卒業し、遠洋航海に出る。なお、67期が遠洋航海をした最後の期となる。従順洋艦高尾乗組みを経て、駆逐艦夕立に、水雷町として乗り組む。 スラバヤ沖海戦では、水雷長として、魚雷発射の指揮をとり、敵艦に向け魚雷を8本発射するが、発射した魚雷のうち半分が、目の前で自爆し、敵艦には一発も当たらず、悔しい思いをしている。その後の、第三次ソロモン海戦では、敵艦に少なくとも2本の魚雷を命中させている。しかし、自身も環境に命中した敵弾の断片を、 受け負傷し、夕立も沈没する。その後、戦艦、長戸文隊長、兵学校教官として勤務した後、本土決戦に備えて結成された横須賀鎮守府第1特攻戦隊第18突撃隊、特攻長として、千葉県で終戦を迎えた。終戦後は、福音局を経て、旧海軍の払い下げ物資で事業する会社に、就職するも馴染めず、 妻の縁故で、経理の仕事をする。1952年に、会場警備隊が発足し、中学の先輩や兵学校の同期生から進められ、応募、母親に入隊を必死に反対されるがそれを押し切って、入隊する。入隊後は、会場勤務を希望していたが、総幹部で、予算要求の資料作成などに携わる。これでは、 話が違うとやめることも考えたという。その後、第二戦隊軍幕僚となり、待望の海に出るが、たった25日間で発足したばかりの、統合幕僚会議事務局に移動を命ぜられる。兵学校出席を放っておくほど人材に余裕がある、わけでもない時期であり、海上自衛隊での現実は厳しかった。1956年2月からは念願の護衛艦。 桜館長に就任したが、一年足らずの勤務の後、幹部学校に入校、学校教官等を経て1960年7月から一年間、米海軍大学校に留学した。帰国後の勤務でも、上剃り中村と評されたその頭脳を、フル回転させて、水上官邸のコンピューター化や、プログラム業務体進編などの、 ハイテク海上自衛隊の基礎を築き、海上幕僚幹部防衛部長、護衛艦隊司令官、クレ地方総監等を務め、1974年7月、自衛艦隊司令官に就任。在任中、第10猶丸事件が発生し事態対処の指揮を取った。仕事熱心であり、論理的思考をする人物で、思考の過程を重んじ、根拠のない考えを嫌った。 毎年実施している訓練でも、兄に計画を模倣して提出すると、その思考過程について詳細に説明を求めた。そのため、中村と対面し、報告を行う部下は緊張したという。また、常に、工学心にあふれ部下にも、自分自身にも厳しかった。海上幕僚長在任中は時間の許す限り、日本各地にある兵素、海爆長など、 滅多に訪れない僻地にある海上自衛隊の基地を副官の富田成明和人だけを連れて過密なスケジュールで暗揚し激励して回った。特に行き警備所訪問の際はヘリコプターが着陸できなかったためロープで地上に寄り立ったエピソードもある。退官後は後輩に迷惑をかけてはいけないと考え防衛関連企業への天下りはしなかった。 帝徳たちの遺構推行会によって、中村の意向が公開されている。ありがとうございます。